ちは、ゆうひこです。視聴者の竹春さんから秋のヤマメを釣ってみたいというリクエストがありまして、竹春さんは普段イワナを中心に狙われているということで、そういうことであればヤマメが釣れる渓流にご案内しますよと、そんな風に頼もしく言いたいところではあるのですが、私の引き出しの中にある渓流ではですね、ヤマメに関しては何回か通って1匹釣れるかどうかの確率、釣れない可能性もありますが、普段ヤマメ狙いで通っている沼田の渓流でよければご案内しますよということで、今回ご一緒させていただくことになりました。それでは秋のヤマメを釣ることはできるのか、沼田の渓流でのフライフィッシングの様子をご覧ください。そうですね、こういうところ釣り登っても釣れたりはすると思うんですけどね。昨日川上村でしたっけ。あ、何年前だったか川上村行ったんですけどね、秋に。全然ダメでしたね、その時は。ええ、あの長野辺ですか。何年か前にそのいいやつが釣れたのは、その対岸側のあの辺なんですよ。最初のフライは何ですかね。今回はピーコックの白いボディにちょっとアントっぽく、ピーコックをここだけ巻いてあるんで、はい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 、なんとなくアント9ミリ。最初はアダムスでやってみますよ、はい、いつものですね。いつものですね、はい。おお、釣りましたね。ヤマメですか。あ、イワナですか。お、結構いいサイズですね。いいのが釣れましたね。また会いましょうね。はい、リリースします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。釣れてよかったですよね。今日のメニュー半分以上あと半分はヤマメですね。そこで結構でかい目やらかしちゃったんですよ。
ちょっと流してみてもらえますかね。結構でかいですよ。反応ないですか？CDC でやってみたんですけど、全然反応がないんで、スタンダードの感じ。ああ、ちょっと変えてみてっていうところですかね。出てなければ諦めるか。そうですね。来ました。多分私がやらかした時も触れてなかったと思うんですよ、針は。あ、見に来て、それで U ターンしたんで、それでもダメかもしれない。あ、それでもダメですか。じゃあ交代でちょっとしばらくやってみます。いや、やってみてください。来たけど、あんまりこれは大きくないですね。でかいでかいでかい、でかいって、このとこ。それくらいあるね。あ、これやらかしたやつですね、多分。25、6っていうところだと思うんですけど、やらかしてもやっぱりあれですね、粘ってみる価値はありますね。やってみる価値はあります。すごく綺麗これ。秋じゃないとこの色は釣れないですからね。あとあれですかね、あそっちの対岸の石際とかってまだ流してないから。はい、そうですね。おお、ナイスナイス。今のでかかったですね。やっぱり25センチぐらい。惜しいですね、今の。ヤマメだったの。ハンバーグが見えたもん。ヤマメって結構変な動きするじゃないですか。はい、あっち行ったりこっち行ったりとか、ローリングしたりとか、はい、結構バラしやすいんですよね。でもあれなんですよね、釣れないときは全然釣れないんですよね。だいいとき知ってるから釣れなくてもなんか通っちゃうんですよね。今日は当たりの日かもしれないですね。おお、釣れましたか。あ、結構でかいじゃないですか。あ、イワナですね。やっぱりイワナなんですけど。割と水吸わせてやるとおとなしくなるんですよね。
ありがとう。いやー、よかったですね。よかったです。来た。なかなかいいのが釣れましたね。いいイワナが釣れました。リリースします。ナイスナイス、4番目じゃないですか。4番目じゃないですか。やっぱりいましたね。いましたね。綺麗な4番目ですね。だからもうちょっと大きくなって色が変わってくれればいいですね。そうですね。目的達成しましたね。ここからシャクヤマメの釣れた区間なんで、ちょっとやってみてもらえますかね。
来ました来ました。クッキングはしてないですか。じゃあ休ませればまた来ると思いますね。山上っぽい感じですか。あー、はいはいはい。じゃあそこちょっとやっててもらって、あれが釣れるといいですけどね、休ませて。